それじゃ、今日も頑張ろうな。ああ、なんか私の出番が少ないような気が。それに関しては、編集係のウプ主に、言ってくれ。わかったよ。ちょっと講義をしに出かけてくる。出かけるって、どこに行くの？決まってるじゃない。ウプ主の家よ。それ以外にある？どっかに行ったので私が少し久しぶりにやるわよ。あいつは本当に身勝手だわ。彼女並みに。またも掘り進めていくぜ。倍速でどうぞ。倍速終わり、ええとこの人工洞窟はこの形の状態で変わらない予定だよ。
もう、夕方だし、小麦を植えた後寝ましょうね。おはよう、さっきの洞窟は置いといて、別の洞窟を掘るよ。到着、と言ってもたった、徒歩7秒の位置にあるんだよね。土か、今シャベルがないから掘れないな。ということで、隣から掘り進めるよ。ある程度までカット。その頃、私はウプ主の元へ着いた。来た理由はただ一つ。当然の出番だ。こんなすぎる。知ったこっちゃねえ。そもそもこの動画のシリーズは、マリサが主人公。あんたは朝比奈さんくらいの、ちよ。あ、朝比奈さん。あのべっぴんの？あ、そうだ。もちろん見かけも考慮してな。ウプ主。そんなこと言ってくれるなんて、時はかけられないけど、嬉しいわ、見直したわよ。それじゃ、神社再建のために、戻るわ。霊夢って、お調子者というか、天然というか、なんかだ。はい、くだらない茶番はおしまい、くだらなすぎたな、と思います。現在、空の光が入る程度まで、掘りました。この洞窟でブランチマイニングを、このワールド初、やってみようかなと思います。あとあとですが、さっきの洞窟でもやる予定ですので、でも、いろいろな方の動画を見たのを、思い出しながらやるので、もどきな感じになります。そのあたりはあしからず。さあ、この辺まで広げたら、階段状に拡張していきますよ。先ほども言いましたが、もどきなんでね。石炭ゲット。あれから、戻ってきました。少し住居にチェストを、置きます。置きすぎるのも良くないんですがね。置いちゃった。まあいいや。あと、建築予定地として、湾を中心にして作る構想ですが、変更すると思います。この時点では、厳島神社みたいなのを、考えています。イカさん、イカさん、一緒に遊ぼう。さっき言った予定地かっこ仮の、写真向かって奥側の白樺バイオームに、来たら、牛さんがいました。あとあと重要な、材料になるので、覚えていれば、畜産号施設も作ります。おお、すごい勢いで来ましたね。彼ら、食に飢えてるんだね。そうと来いよ、そうとだぞ。来たかな？あらら、ダメじゃん。マインクラフトの AI って、1.8 のバージョンアップで、少しは頭が良くなったらしいけど、まだダメな部分がありますね。もう前のことですが、1.9 からどんな感じですかね。この動画撮影ばかりで、どんなのかはっきり言って、熟知できていない、状態です。おお、ここもいいじゃん。ここ含め、厳島神社予定地と、候補にあげましょう。眺めが良さそうなので、PC 殺しの描写距離を、広げよう。時間が少しかかると思います。気長に待ちましょう。もう夕方じゃないか、
時の流れは早すぎる。だいぶ。モンスターなんて、恐ろしい奴らが来る前に、帰らなくちゃね。さっきの絶景を見てみよう。ああ、失敗した。さあ、どんな絶景が広がってるのかな？ CPU はそこそこ働いているね。なんじゃこりゃあ？どうせならば、もっと CPU を痛めつけよう。ということで、処理優先から描写優先にしますよ。おお、綺麗な木々がより綺麗になりましたね。本当に綺麗ですね。マイクラ最高。でも、奥側が変ですね。行ってみましょう。客の関係、そろそろおしまいにします。今回も質のいい動画になったかと思います。あの変なところにも行きますんで、お楽しみにね。また次回会いましょう。さようなら。